ワンフットターンができるようになると、本質的なターンができるようになります。今日はつま先側のターンのコツをお伝えします。こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢圭一です。今回はカービング上達したいなと思っているあなたにですね、このワンフットターンのつま先側の攻略方法をね、お伝えしていきたいと思いますので、ぜひね、真似してみてください。はい。いつもカメラを手伝ってくれる拓造さんがですね、つま先側のターンの方がちょっとワンフット苦手ですっていうね、話をさっきね、聞きましたので、ちょっとね、拓造さんにもレクチャーするイメージで、ちょっとね、やっていきたいなと思いますので、ぜひね、皆さん、真似してもらいたいなと思います。では、つま先側のターン、成功例とダメな例、まずね、お見せしたいと思います。成功例としてはこんな感じですね。はい。つま先側にターンするときにしっかりと、はい、ちょっとアプローチスピードをつけておいて、こういう状態、キューッとしっかりと曲がっていく状態ね、はい、これでもう少し低くしようと思ったら、キューッとこの状態だと成功している状態で、よくありがちなパターンがこれね、はい、おっとっとずれちゃう、回りすぎちゃうね、これありますよね、つま先側ね、はい、でターンしようと思ってるけど回りすぎちゃうよっていうの結構あると思います。じゃあこれ大きく何が違うのかっていうと、重心の位置と、はい、胸の方向です、はい、これ大きく違うのが、まず重心の位置が前足側にね乗っていると、どうしてもテール軽くなってしまうので、はい、圧かからないのでずれやすくなっちゃうので、ターン後半でぐるぐるぐるって回っていきやすくなります。そしてもう一つは胸の方向が、はい、痛かった平行に旋回運動を使ってターンのきっかけを作ると、前足の方にね自然と荷重がかかりやすくなってしまって、前足だけエッジが立つのでテールずれやすくなるんですよね。これどういうことかっていうと、見ててくださいね、この状態から前、よくある、サーフライドとかでよくやるね、このグッとこう回しに行くターンね、こう回しに行くと見てください、どうですか、肩前の方に下がってきますよね、下がっていくのでそのまま重心が前の方に行きやすくなります、ね、これが結構テールをね振っていってずらす原因になっちゃいます。なのでこの動き、旋回運動で動かすのは、まあ、緩い斜面でテールを振りながら動かす分にはいいんですけど、ある程度の斜度のあるところでカービングしながらね滑っていきたいなと思うと、これがテールがずれる姿勢になってしまいがちになるので、まあ、ここね気をつけておくといいんじゃないかなと思います。まあ、これが実際両足履いてると、後ろ足のグリップもギュッと効かせながらねターンできるんで成り立つんですが、どうしても、カービングって考えた時になってくると、今の動きが実はずれやすい姿勢に、ね、つながっているっていうのが分かるきっかけにもなると思います。じゃあどうしたらいいのかっていうと、逆に胸もうできる限り反対側向けちゃう、ね、反対側向けちゃって、もう完全に体ロックさせた状態から倒しに行く、はい、ようにしてあげてください。そうすると板と、はい、体の軸が連動して立ってくる、しかも下からねターンの下から圧がかかってくるので足が離れない状態をキープしながらターンが成り立つっていう動きになっていきます、はい、ちょっとこれね意識してやってみたいと思うので見ていてください、はい、つま先の時にこう胸を逆方向にもうグッとねじるぐらいのイメージで、これぐらいのイメージで入ってきます。かかとから、はい、トーサイドに移る時に胸をそのままこっち側に、こっち側に向けるぐらいのイメージにすると、このようにターンが成り立つんですよね。今みたいにもう林側にね胸を向けるぐらいのイメージでひねりを入れていくと、はい、ずれずにターンすることができるようになっていきます。で次ちょっと悪い例として2つお見せします。まず前足重心ね、はい、いくら胸開いていったとしてもね、はい、胸をしっかり向けていたとしても、これが、はい、前足重心になっていると、おお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 、まあちょっと今ね大げさに前足に乗りましたけど、今のようにテールが噛まなくなっちゃいますよね。そして次、はい、の内頭姿勢のこの入りね、この旋回運動の入りやってみます。見てくださいね、この旋回運動の入りでいくと、
おっと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 、はい、まあ、テールここでちょっとシャドウがあるんでもうすぐずれちゃいましたけど、今みたいに内頭から旋回運動で入っていくとすぐテールが振られる動きになるのでエッジ噛まなくなってきますので、まあ、残念ながらワンフットだとねこれがね通用しなくなってくるんですよね。なので、まあ、ある程度しっかりと胸開いていく、重心後ろ足に残していくっていう状態を作ってあげてください。あとは、まあ、軸ターンのように軸起こしたままでもねターンできますし、逆にそこからもっと踏んでいきたいなと思ったらね重心下げていくように上半身かぶせていくっていうの状態でもターンができるようになっていきますので、これ真似してみてください。はい、ではね実際ちょっとあと残りのシャドウでそれをねやっていきたいと思います。そのスライド、これがカービングの、はい、エッジが噛んでる姿勢があの姿勢だよって言ってるのと、サーフライドでいつでもずれされてるよっていう違い。今の回り方は完全に俺でした、うん、でしょ。そう、あれの違いがあるんですよ、サーフライドとカービングは。はい、はい、それでは見ていてください。シャドウがあるのでの前足に、はい、こんな感じですね。はい、今も結構シャドウがあったんで、まあ、トーサイドでターンしててもノーズからの圧がすごくって、ターン後半でぐわーっと前足で潰されたんですよね。そうなるとやっぱテールずれやすくなっちゃうので、まあ、そこでちゃんと前足頑張って前の方に移動しそうになったら、そこでしっかりと前足をぐっと張ってあげて後ろ足にね乗せるようにね意識して見てください。はい、まあ、こういった感じで、まあ、ワンフットターンを練習すると、あの普段ね両足はめた状態で通用してたターンも、ワンフットになると対応できなく通用しなくなってきたりとかね、してくるので、まあ、そこにそれによってね本質的なね体の使い方だとかターンのね、動きっていうのがね分かってくるようになりますので、分かるきっかけをね作ることができますので、ぜひ皆さんね試してもらいたいなと思います。まあ、とはいえ皆さんはあんなシャドウのあるところで、ね、練習する必要は一切ないので、もっとゆるゆるのところでねぜひ練習してもらいたいなと思います。はい、そしてワンフットターン練習したいなと思ったあなたはですね、ぜひこちら、はい、私が開発しましたカービング上達デッキパッドをぜひ貼ってね練習してもらいたいなと思います。はい、詳細に関してはね動画説明欄の方にリンク貼っておきましたので、そちらの方からチェックよろしくお願いします。今回以上となります。長い時間お付き合いで本当にありがとうございました。次回またお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢圭一でした。バイ。